なんだろう、クリアじゃない、これ、あ、どうしたみたいな、誰かちょっとキスマークつけちゃったぐらいの。皆さんこんにちは、アイです。今日ですね、100均でお買い物してきました。最近よく行きます私、100均に。ちょっとだけまた片付けたい欲が出てきまして、全部じゃないんですよ、本当に一角だけ、ここだけ片付けたいっていう思う時に100均に行くことが多くて、行ったら行ったでたくさん買ってきたっていう感じなんですけど今日も購入品を紹介していきたいと思います。よかったらご覧ください。それではスタート。これなんですが、日用品ばかりです。セリアは私が知らないだけかもしれないんですけど、なんか新しい商品がいくつかありました。まずはこちら、水切りストッキングネット朝型40ピースですね。全然新しくないじゃんみたいな。これは違います。これは新商品じゃないんですけど、いつもいつも買っているものです。最初から新作じゃないのだって。次は、こちら、ジッパーバッグです。前からあったんですかね。私が見つけられなかっただけかもしれないんですけど、すごく可愛い。このぐらいの小さいものも私よく使うんですよ。表は透明、後ろが黒ですね。こう入れて。あ、いいですね。可愛い。出会えてよかったです。初めて見ましたね。結構いつもいいのあるかなと思ってくまなく探すんですけど、これは今まで見たことがなかったので買いました。これは可愛い。うん、使える。次は、こちら、蓋が止まるケースです。こうシンプルな四角い箱で、パコって開けるとここですね。止まるというのはここでは止まらない、ここで止まる。そう、ここじゃない、ここなんです。最近私が洗濯で使っているジェルボールを入れようと思って買ってきました。たくさん入るし、私調べてたらこれ M サイズなんですけど S サイズもあるみたいで、私が行ったセリアにはこのサイズしかなかったんですけど、 そちらもなんかいろいろ使えそうだなと思いました。そう、見つけたら S 欲しいなって思うんですけど、今回はジェルボール入れようと思って買ってきました。そう、ただ私思ったんですけど、片手でこう開けることができないんですよね。必ず持ってこう開けなきゃいけないから、それが手間だと感じる方もいらっしゃるかもしれないです。どうですかね。もうこれって新作かな、今までこれも見たことなかった気がするんですよね。すいません、もう私新作かどうかはもう定かじゃないのに新作だと思うって言っちゃってるんですけど、次はこちら、トラベルケースって書いてありますね。いろんな大きさがあります。これだったらこう縦長の透明なプラスチックケース、これはちょっと厚みのあるケースですね。2つ入ってます。で、これは一番小さいサイズで、これでこう棚に並んでて、なんかこの絵が可愛いなと思ってます。絵はついてないんですけど、最近ヘアアクセのところを片付けたいなと思っていて、ヘアピンとかを入れるケースが欲しくてこれを買いました。ね、何でもいいですよね。用途は本当に無限大だと思うんですけど、こういう、あ、なんかちょっと、え、なんだろうこれ、なんだろう、クリアじゃない、これ、あ、どうしたみたいな、誰かちょっとキスマークつけちゃったぐらいのなんか曇り感がある。まあちょっと気にせずいきますねこんな感じで、ここまでのこういうプラスチックのケースです。どうだろう、この汚れも相まってちょっとだけチープな感じがする。そう、でも細かいもの入れるには良さそうなので使えますけど、なんだろうな、こっちもちょっとなんか指紋じゃないんですよ、ちょっと傷がなのかな、他のもそうなのかな、ちょっとこれも開けてみよう。で、これは私絵の通りに使おうと思っちゃってるんですけど、イヤホン入れるのいいなと思ってこれは買いました。これはまあまあ綺麗、こっちちょっと傷傷なんですけど、ちょっとなんかすいません、ちょっと縫製チェックみたいになっちゃって、なんだろう、こっちの方がすっごい綺麗です。これはでもこれは傷が結構入ってます。細かい、もう100円もなんだろう、これ50円だからこんなん気にしなくていいんですけどちょっと気になっちゃう。それだったら透明じゃない方がいいのかな、ちょっと白とか黒とかの方がいいかもしれない。ちょっと次のを開けてみます。もうこうなったらちょっと全部チェックしとこう。あー、これはちょっと先にケース的にはこの、あ、ちょっと外れちゃった。ちょっと待ってください。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってください。外れちゃった。血がもう、すごい傷傷。この中でどうやって傷が生まれるんですかね。これ、買われる方、ちょっと注意が必要かもしれないです。注意、どうやって注意したらいいかわかんないんですけど、ちょっと傷ありみたいな感じかもしれない。100円とはいえね、傷とか入ってると、へこみますよね。気分的にね。でも、使います。た
多分これ新作だと思います。初めて私は見ました。次はケイソードの歯ブラシスタンドです。私今使っている歯ブラシスタンドが無印良品のものなんですけど、ケイソードだったら水分吸ってくれるんじゃないと思って、良さそうだなと思って買いました。結局こう歯磨いた後水でこう洗って、まあ、タオルで拭いておくんですけど、それがねしっかり水分取れてるかっていうのは私あんまり気にしてなくて、でもたまにこう歯ブラシスタンドをどかすとちょっと汚れてたりするから、多分この水分とかで汚れてるんだろうなって勝手に思っていて、でまあこのケイソードの歯ブラシスタンドだったらその汚れが多少軽減されるんじゃないかなと思って買いました。すっごく悩んだのがこれ、あのラウンドタイプなんですけど、もう一個スクエアなのかな、もうこれ今こうコロンとした丸みのあるフォルムなんですけど、筒みたいになったのもあったんですよ。筒になったものだったら下に穴が開いてなくて、でこのラウンドは下に穴が開いてるから、もしかしたら穴が開いてない方がいいのかなか悩んで、結局こっちにしたんですよね。どうだろう、ちょっと一回使ってみます。一つでねすごい悩むんです私。そう、これどうかなこれどうかなって悩んで買ってくるんですけど、次はこれは前に動画であの購入品で紹介してるんですけど、本型の収納ケースです。もうこれはもうその名の通り本の形した収納ケースですね。で仕切りが 1,2,3 箇所入れられます。先ほどもお伝えしたんですけど、この髪の毛のヘアアクセっていうんですかね、それのところを整理したくて、いろいろ今模索してるんです。私どうやって整理しようかなと思って、でこれだったらこう入れやすいかなと思って、今まではこれもセリアの箱なんですけど、これにもうギュってもう結局ギュって入れちゃっていて、取り出す時にこう全部取り出して使ったりしてたんですけど、こういう横型だったら整理しやすいかなと思ってちょっと入れてみます。なんかこう止めるゴムとかこんな感じでこう入れられたらいいなと思って、これだけじゃ足りないのでもう一個買ってきました。こっちにシュシュとか、あシュシュは1個ですね。はい、こんな感じで、あいいですね。あちょっとこれ良さそうだからもう1個ぐらい買ってきた方がいいかな。そう、本当はこういうバレッタ的なのも入れたかったんですよね。ちょっとシュシュを取り出そうかな。シュシュ取り出してこんな感じでどうかしら、こういう感じで入れたりとかで、こう縦にこう入れるみたいな。ねえ、これ良さそうですね。じゃあちょっとこっちにはいっぱいゴム入れてたんですけど、この中にシュシュだけ入れる感じで、あ、よかったよかった、すっきり。うん、すっきりすっきり。次はフリーザーバッグロングタイプです。こう一見見たところ普通のジッパーバッグだなっていう感じがするんですけど、よく見たらですねロングなんですよ。でそれいいなと思って、例えばネギとかパスタとかこれに入れられそうだなと思って、どのぐらい長いのかちょっと見てみますね。チッ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 、おー、 あいいじゃない。うん、結構長め、なんかパスタいけますね。でも長ネギはちょっと入らないから半分に切って長ネギ入れたりとか、うん、あ良さそう。意外とこういう長いジッパーバッグっていうのはなかったから、長いベーコン買った時とかね。そう、あとさね、こう魚もいけますね。はい、次はお掃除シートケースです。これはねもう何回も何回も買っちゃってるんです。もうすごく使えるんですよこれ。なんか普通のこう入れ物なんですけど、ウェットティッシュ系を全部入れてますね。これを入れようと思ったのは汗拭きシートをいくつか持っていて、それをこの中に入れて保管しようかなと思って買いました。次はロンググローブチェックブラックです。もうこれはただただゴム手袋ですね。排水口とかの掃除をするときに使うゴム手袋が、家にある在庫がもうあのボロボロになっちゃったので、前キャンドゥのものを使っていて、はい今回新調しました。でもう一つこのポイッと捨てられる手袋も買いました。ゴム手袋はほど使いたくないんだけど、本当にちょっとだけちょっとね、ちょっとしたいとき。次は、取っ手付けポリ袋25枚入り。次は、これは、ジュートベジサックって書いてあります。で、これね、もしかしたら、前の動画でね、ご覧いただいた方はご存知かもしれないんですけど、実は私これ前に買ってるんですよ。その当時は、茶色だったかな？茶色にグリーンのデザインのもので、こういう野菜とかを入れたりするのに買ってきたんですけど、なんか今回行ったら、黒と白が出ていて、黒白作ったんですね。新しく出たのかな？前に、本当あったけどなかっただけなのかもしれないんですけど、そう、これが出ていて、茶色あるんですけど買っちゃった。出たのかな、新しく出たのかな、ねえ。次は布団収納袋ストライプ柄です。これはただただ我が家にしまいたい布団があったので、
これを買ってきただけです。これはシングルサイズの掛け布団1枚って書いてありますね。うちにあるのは薄手の羽毛布団のダブルサイズなんですよ。入るかなと思ってダブルサイズの収納袋って売ってなくて、なんとかこう羽毛だからちょっとこうシューンってなるかなと思って、これ入ったらいいなと思って買ってきました。入れます、この中にギュッと入れます。次はこちら、ちっちゃい丸皿ミニです。これはいつもリビングのところにこう棚があるんですけど、その棚の上に置きたくて、ちょっとこう指輪を外した時にポンって置きたいなと思って、結婚指輪はこう差し込むところがこうあるんですけど、他の指輪とかをちょっと置きたい時があるんですよね。その時にあ、これいいじゃないと思ってお皿のとこ見てて、ちょっとこれを買ってきました。もしかしたらちょっとリビングに合わないかもしれないんですけど。次はこちらは可愛い猫ちゃんのクリップです。ねえ、これすごい可愛いですよね。今まであったかな、見つけられなかったな。もうなんか見た目だけで買っちゃいました。猫好きにはたまらない。これもうこういうクリップなんて別にあるじゃないっていう感じなんだけど、そうじゃないんです、可愛いんです、ときめき大事なんです。わー、かわいいわ、これはかわいい。お菓子などの袋閉じにいろいろ使えるにゃって書いてあるこだわるね。あ、結構しっかり硬すぎないでも弱すぎない感じで、いやーかわいいねー、これはもう本当にかわいいなと思って、一番嬉しいかも私。次はこちらケースですね、透明の。これもあのいろいろコスメとかあの小物を整理したくて買いました。このサイズは前からあったんですよね、ワンボックスみたいなものは。でもこれはね、前白黒じゃなかったからちょっとこれ目を引きましたね。そう、白黒に変わっていて、こちらが私初めて見たんですよね。わかんない、前からあったかもしれないんです、ごめんなさい。これは3つ入れる場所があって、でなおかつこう高さがあって細いんですよね。なので隙間にこう入れられそうだなと思って、裏には商品のこの例が書いてあります。そう、意外とこういう高さがあってこう細い仕切りっていうのは今まで出会えてなかったので、ちょっとこれも使ってみたいなと思って買ってきました。ちょこちょここうやって買ってきては整理するんですよね。で途中で飽きてやめちゃって結局途中で終わるみたいなセリア最後です。こちらスプレーボトルです。こういうシンプルなボトルなんですけど、ちょっと自分でアロマ的なこう部屋の芳香剤を作りたいなと思って、好きな匂いと、まあ、お水を混ぜたりするだけなんですけど、自分で香りのこのスプレーを作りたいなと思って買ってきました。でこれが、まあ、うまくいくかどうかわかんないんですけど、作ってみたかったんですよ私。透明じゃない方がなんか良くて、こう色付きのスプレーボトルを買いました。はい、では次ダイソーに行きます。まず一つ目がこちら、サンバイザーじゃないんです、ドライヤーホルダーなんです。実は何回かダイソーで見ていて、どうしようかなどうしようかなって悩んでいつも買ってこなかったものなんです。最近我が家ドライヤーを新しく変えたんですけど、そのドライヤーがこうやって折り曲げられるドライヤーだったんですよ、あのこの取っ手の部分が。なので引き出しの中にこう収納できたんですけど、新しく購入したドライヤーがここがこう曲げられないものなんですね。もう本当にこれドライヤーの形のままなので収納にちょっと困っていて、こういうのがあった方がいいなと思ってたんですけど、問題はここなんですよね。これを引っ掛ける場所がこれっていう場所がないなと思っていて、なかなか買えなくて、で我が家のこう洗面所の中を見ていて、タオルをね引っ掛ける場所があってるんですよ。今までこれを引っ掛けるという概念がなくて、引っ掛けようなんて思ってなかったんですけど、あ、そこだったらドライヤー引っ掛けられるんじゃないと思って今回買ってきたんです。長い説明、長い。そう、なんかほんとこんな感じでドライヤーをこうパコッと入れられるらしくて、コードもここに引っ掛けられるみたいなんですよね。で、ほんと使いやすいかどうかわからないんですけど、どうかなー、ちょっとドキドキ。次はお箸。特にこだわりはなかったんです。黒いお箸がいいなと思っていて、で、前にあのフランフランで六角形になった箸を買ったんですけど、それがガビガビになってきちゃって、今回買い替えてみました。で、下に滑り止めがついてるから、麺類が食べやすいんでしょうね、ここに書いてある。次は、リメイクシート、大理石柄ホワイトです。こういう風に多分貼ってリメイクができるんですよね。で、私もこの今使っている机が真っ白なので、これの上に貼らずに敷こうかなと思って、こうインスタに載せるコスメとかを撮るときに、下がこれだったらかっこいいかなと思って、ただ何かに貼り付けるわけじゃないから、これがちゃんとこう、ね、かっこよく撮影できるかがわかんないんですけど、今使っているこのイケアの白い机の上に、ただ敷くためだけに買いました。簡単に
リメイクできたらいいですね。次はこちら、トラベル用バッグスライダー付き8枚です。新作だと私は思うんですけど、どうでしょう。あ、違う、イメージ違った。こういう風になってたから、この長細いサイズだと思ってました。開けてみたら結構幅広、まあ全然いいんですけど、このぐらいの細長いのだったらこう引き出しのとこにこう整理して入れられるなと思って買ってきたんですけど、まあ、ちょっとこう大きかったっていうね。でもこれマチがあるんですよね。ここに厚みのあるものを入れるにはこれいいかもしれないですね。このサイズだと思ったんだよな。これはさ、だってほら細長い感じになってるもん、ここの絵が。なんか細いかなと思ったもん。次はトレーシングペーパー千代紙って書いてあります。折り紙と同じぐらいの大きさで、スケルトンって言いますかね、スケルトンになってるんですよ。あ、かわいい。あ、紙の香りがする。なんかちょっとこうプレゼントする時とかにいいなと思って、透明の袋にこれを入れて可愛く仕上げてみたりとか、ラッピングしてみたりとかもできるから、いろいろ使えそうだなと思って買ってきました。で、いろんなこうデザインがあるみたいです。水玉だけだじゃなくてギンガムチェックとかあります。これいろいろ使えそうです。こういうの私好きなんですよね。はい、で次ダイソー最後です。クリアケースです。これ今までダイソーになかった気がするんですよ。いつもセリアでこういうのを買っていて、シンプルな真四角で透明なケースっていうのがダイソーにはなかった気がして、今回ちょっといろいろまた整理したいなと思って、コスメのところとかをで今回買ってきました。いまいち今使っているコスメのところが空間が空いてるとこがあったりとか、あとこういうケースがないところとかもあるので、ちゃんと整理したいなと思って今回いろいろ買ってみました。まあ、ちゃんと測って買ってくればいいんですけど、この大きさも買いました。平らなんですけど仕切りがあって8個こう入れられる場所があるものとか、いろんな形を買ってコスメのね引き出しの中を整理したいなと思います。上手に整理できるかどうかわからないですけど、全然合わなくて結局使わないっていうパターンも結構ありありのありだから、また時間が空いた時に少しずつ整理していこうと思います。はい、ということでダイソーとセリアの購入品を紹介しました。そう、相変わらずなんか日用品っていう感じなんですけど、少しずつ整理をしたい熱が湧いてきたので、もしかしたらまた近々行っちゃうかもしれないんですけど、またね何か買いに行った時には紹介したいと思います。はい、ということで少しでも楽しんでいただけたら嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。なんかこの絵とかに惹かれちゃいますね。なんかね、あ、こうやって置いたらいいかもとか思っちゃって、実際に買ってくると全然うまく収納できないタイプちょっと収納頑張ります